というだけで、今ね、午前中の部が終わりまして、こちらですね、まあ、皆さんそれぞれお店を出されてますので、ちょっとまあ、どんなのがね、並んでるのかっていうのをね、今年も、ちょっと皆さんに紹介したいかなと思っております。ね、何年か前、一昨年かな紹介したんですけど、随分ラインナップも変わりまして、はい、すごいたくさんね、販売してますけど、すごいですね。ご身長ができるようになりました。ああ、ご身長いいっすよね。今そこで話をしてたんですけど、ね、一任して作ってもらおうかなって、一任。仲介料払うんで。結構大変ですか、作るの。昨日ちょろっとね、話は聞いたんですけど、実際どうですか、作るのは大変ですか。作るの、まあ、冊数によりますね。はい。一冊、5冊ぐらいで1時間ぐらいあれば。なるほどですね。なので、もし、まあ、今、一心寺いるじゃないですか、皆さんね。見開きご身長、新しいのいつできますかって言われるんですけど、オルフィーナさんだったら、ね、作ってくださるので、もしかしたら、まあ、これ4000で書いてますけど、もうちょっと高い値段でよかったら、その分、渡しますからね。中華料で渡して、作っていただくことも可能かもしれません。はい。まあ、確かにうちも、イラストはいっぱいあるのでね、はい。好きなイラストでこう作れるっていうのがいいですよね。一点物ですか？いや、一点物ってことじゃないですか。もらってるので、はい。まあ、作ろうと思ったら作れますよ、みたいな。これ、ですかね。辰年で、後ろも、もう林さんの書き下ろし。これ、ご主人だったんですかね。これは、その時の書き置きご主人のデータをもらって、はい、それを、流用してっていうか。使ってって。ああ、すごいですね。この、フィルム。これも一心じゃありますね。はい。まあ、デザイン違いますけどね。だから大きくなりましたね。デザイン、レーザーする刻印場所が。はい。はい。だから一心じゃはまだこのちっちゃいっていうかね。あ、そうです。はい、そうです。あ、これかな？これぐらいのサイズになったんですけど、こんぐらいできるとまたいいですね。今日からこれができるようになった、はい。今日から、はい。はい。すごい。じゃあ、あとちょっとバインダーまた買わせていただきますけど。あ、すごいですね。で、もう、それ小物もたくさん。そうです。はい。まあ、新しいね、刻印機買いましたからね。バリバリですよね。こちらサイコロもね、お寺ありますね。飾ってあるやつですけど。ね。そうですね。はい。昨年いただいて、飾っていますけど、ございます。こちら、ワールドカップ。金ですよ。下地が金なんですかね。だから出てくるのかな？はい。レーザーの温度によって。え、変えれるんですか？色が変わる。へぇー、で、それ調節して金っぽくしたりとか。金色っぽい。この銅っぽくしたりとか。へぇ、だそうですよ。で、これもだけどもともとサーモスのやつにこう自分の機械でこう掘ってっていう感じなので、すごいオリジナル性が高いですよね。ほんと来るたびにパズルまでありますよ。もう来るたびになんか増えてくるからすごいですね。ほんとマルシェですね。そうですね。はい。1年半ぶりに来ましたけど、1年半も経つとこんなに変わるんだなって。こうやったら。これありますんでね、ぜひ皆さん、まあ、ここに来るって方はあんまり大分だとなかなかね難しいかもしれませんけど、多分これ見てる方は多分乗船時関係の方見ていただいてると思う。よかったら見ていただいて。でちなみにその御朱印帳とかってあれですか？もう基本的にはオーダー取ってるわけじゃないんですよ。オーダー。大分さんが自分でこうこれがいいかなってこう作ってここで販売してるみたいな感じです。絵柄は。はい。その人のオーダーがあったら。はい。住職の方のデータ。ああ、許可を取ってみたいな。データを。はい。はい。出て作ってくるので、はい。その時々の皆さんがオーダーした、はい。絵柄が、はい。おお、ということだそうです。なので相談してね、林さんの住職の許可があったら、許可とかデータのことがあればクリアできれば作ってくれるかもしれないということなので、はい。これはすごく朗報ですね。いいと思います。まあ、ただ、ここに来てもらえば一番いいですよね。あ、そうですね。ね、こういう時に来てもらって直でお話をするとできるできないがあると思うので。聞いてもらえたら。ご試飲会の時も時々行ってるので。はい。タイミングが合えば。はい。わかりました。あとはインスタグラムを見てください。おひなさんの。了解です。はい、ありがとうございました。もうね、いつも出されてますもんね。はい。はい。僕らがまず一番これね、メガネかけ。めちゃくちゃいいねって言って、さっき加藤さんが買ってるのを見て、見せてもらったんですけど、はい、めちゃくちゃいいなぁ、ありがとうございます。で、完売してるぐらいとかやっぱ売れてるんですか？完売されてたんで、もう結構売れてるのかなっていう。まあ、あんま数作んないですよね、こんなの。まあ僕もそうですけど、あんま大きなものはそんなに作れないからですね。3個しか作ってない。ああ。まあ、一心寺でもそうですけどね、やっぱ大きいアクスタほどいっぱい作りませんからね、さすがに。怖いですよね。残ると怖いですもんね。はい。すごくわかります。すごい。これ書かれてるのはもうご本人ですよね。すごい。は
で、あともうたくさんね、あのポストカードとか、はい、コースター、これですね、コースターと。コースターですね。はい。でもいいっすよね、こういうなんか雰囲気ですよ。うん。あの、林さんが書いてる、まあ、ね、バトちゃんとか青函論さんをこういうふうにまた、さらに、ね、二次創作になるんですかね。はい。二次創作になるんですかね。そうですね、二次創作です、ね。になるけど、まあ、現地でやってるから、もう実際もう本物みたいなもんですよ。はい。はい、キーホルダー可愛いですね。あ、ありがとうございます。はい。分厚い。分厚さ。アクリルの厚さ。物、いいものを使ってますよ、これ。5ミリですかね。あ、5ミリですか。はい。だって3ミリとかですよね。こっちは3ミリですね。そうですね。はい、うん。もういっぱい作ってるからすぐわかるんです。アクリルは詳しいですか？詳しいですね、うん。いっぱい作ってる、はいはい。ご身長持ってるんですね。はい。ご身長、今回初めて、あの、富山製本さんにちょっと作ってもらって。はい。本当は自分用で作ったんですけど、はい。なんか、あの、乗船寺来てこられる方が、ちょっと、はい、あの、欲しいって言っていただけたので、まあ、これを機に、あの、ちょっと今回3冊ほど、はい。ちょっとな、あの、用意させていただいて、はい。売ってるって感じですね。へぇ、はい。やっぱ、ポップアップご身長多いですよね。もうやっぱりそういう需要が。そうですね。今日もずっと朝からご身書いてくれ、やっぱみんな違いますもんね、持ってるご身長が。ああ、そうなんですね。はい。みんなそれぞれ、なんかこんなにいっぱいご身長の種類あるのっていうぐらい、その乗船時関係のやつ、はい。九州ではこんなご身長まず売れないですよね。これはご身長思ってもらえないんで。こんなのどうするんですかみたいな。何に使うんですか、ね、いや、こういうの書くとこあるんですよ。こういうご朱印。そういうなんか、大きなやつ。はい。はい、うん、今、やっぱり、自分たち一番の売りは、やっぱり、こちらの同人誌2冊ですかね。はい、そうですね。はい、もう見本ですけどね、はい。はい。この辺の同人誌。はい。よろしさんですね、じゃあ。はい。よろしさんのところで、はい、で、普段はまあ、こういう同人活動されているということですかね。あ、はい。はい。日頃は、ちょっと軽音関係の。ああ。はい。で、軽音ですか？はい。滋賀にある、豊里小学校ってところで。はい。毎年、5月に、オンリーイベントが、軽音の、はい。そっちの方に、一応、メインで。はい。出てます。へ、は、ぇ、いはい、これ見てるうさぎ課長、軽音がね、好きでたまらない方いますので。はい。ぜひ、ね。はい。宣伝言っていただけたら。まあ、でも大体、乗船寺でこういう大きなイベントしてるときは来られてるような。イメージですけど。そうですね。そうですかね。はい。はい、出させていただいてます。はい。はい。わかりました。じゃあぜひ、ね、はい、見てる方、一つ来たらとりあえず寄ってください。寄ってね、いろいろお話聞いていただけるといろいろね、また、買うものもあるし、いろいろまたね、さっき言ったメガネとかもそうですし、なかなかね、たくさん作れないものもあったりしますので、よかったらまた声ね、かけていただけたらと思いますので。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしさんにお話聞きました。ありがとうございます。猫竜さんのブースに来てます。すごい人だからね。一心寺のフェスとか来てると、信じられないとこんな感じなんですよ。こんな感じで、境内にこうやって、それぞれの作家さんがね、お店を出してるっていうのはすごいですよね。で、当然今日はこちらに基本的にあるのはもう、馬頭ちゃんと青函論ちゃんですね。これはイラストを描いてる方が違うんですかね？何名かで描いてるみたいな感じですか？4人ぐらいで描いてる。あ、4人ぐらいで、クランクみたいですね。すごい。で、今日は、あれじゃないですか。もう完全にその乗船寺仕様なんですけど、その、猫竜さん、その、普段はまた違う作品を書かれてるじゃないですか。まあ、でもさっきちらっと聞いたんですけど、YouTube とかされてるんで、ね、よかったら YouTube とか、概要欄貼ってますからね。そこから見ていただいて、普段どういう活動されてるのか。まあ、僕も今、YouTube 見て、今聞いたので、どんな YouTube してるか、まだ僕も見てないからわからないけど、どんなのやってるんですか内容的に。YouTube は、はい、まあ、ここで、作ってるものとか、はい、ここで書いてるものを主に動画にしてて、うん、まあ、私が出してる動画で多いのはやっぱハンコですね。ハンコ、あ、ハンコ消しゴムハンコですか？はい。ああ。それこそ最近投稿したやつ、はい、これの、はい、かき氷みたいな、はい。ああ、僕もたまに見ますよ。6分ぐらいの動画で、かき氷のこのホールのやったりとか、はい、ショートでこの氷をダーッと掘る。ああ、気持ちいいですね。こう、ショートで見るとか、ダーッて言って。こう使うよって最後ポンポンって押す感じの動画を投稿してますね。はい、ああ、すごい参考になる動画ですね。僕もたまに。まあ、その、見ますもんね。スタンプ、作るときって、初めてのときってわからないから。意外とハンコ掘るやつ、ま、回ってるよね。でしょうね。結構見てる方多いと思います。自分見てるの。一番よく回ったのはドラえもんか。ドラえもんとか、ね。で、ドラえもんを掘ったんですか?10秒動画っていうジャンルがあって。ショートよりもさらに短い。はい、10秒で何かを書くみたいな。ああ、なんかあった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 。はい、ワンピース書いたりとかね、10秒で。ピクミン、岩ピクミン書いたりとか、はいはい、
10秒に限らず30秒だったり1分だったり、はい、まあ、あのもしくはなんかキャラクターを10分で描くみたいな、はい、あのあれですね、あの60分チャレンジ、うん、マンドロね、あのマンドロの、あの短い版みたいな、あそういうのなんですけど、まあ、10秒だと。でドラえもん描いたんですか。このやつのドラえもんが一番伸びてる。ドラえもんじゃなかった、5000くらいっていうね。そうだね。30分の方だったら、あの、完全に、コナン君なんだけど。コナン君。コナン君は8000ぐらい終わった。おー。まあ、それ見れますからね。あの、概要欄の方に貼ってますから、ぜひ、どういうことなのか、実際見た方が早いと思うんで、全然見てもらったらね、いいと思いますよね。まあ、この動画が100丸かかるのか分かりませんけど。100丸かどうかすら怪しいけど、100は回るかな。さすがに。ね。そうですね。何回、ああ。おお、すごいすごい。うん。こういう感じで、はあ、繋がってる。切り絵。手で切るんですか。もちろんです。すごい。お手洗いたいですよね。今レーザーで切ったりするから。ああ。そうそうそう。レーザーと思って見るのと手で切るのと全然違うから。これ手で切ってるんですよね。そうですね。すごいな。あの住職の、はい。そうだね。住職の絵がなかなかあの切っその全部つながってる切り絵にするのが難易度高くて、ああなるほど、ああいいですね。あとはあのここの、はい、田村君、松本君、子供の日の水着の、はい、あやつを切って、あすごい、かわいい、いえいえ、本当本当すごいですよ。これ裏側なんですけど、ここに名前入れて、はい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 、っていうのをやってます。へぇ、わかりにくいので裏にしてるんですけど、こんな感じです。ああ可愛いですね、こうやってまた裏のこっちがだからどんどん下へというか、こう切って反転してこうですよね、まあ、3分一つよね、3分結局は、まあ、あの名前を入れるので、はい、ここの、うんうんうん、ここあの切り取らずに残してるんで、はい、ちょっと裏側を見せてるんですけど、まあ、ここ切り剥がして、はい、表側に、はい、一応あの大体あれですか、こういう大きな時は大体売られる感じです。そうですね、ああの割と月に何度か来てますので、わ、はい、かりました。じゃあまあ今言った通りね、あの猫竜さんに関して言えば、まあ、結構ね、お寺のその御神会の時にはね、来てることが多いということなので、ぜひ来てもらって、特に切り絵とかね、直で見てもらったら全然いいと思うので、ぜひ見ていただいて、ちょっと私はあの色紙を買わせていただいて、お寺に飾っておきます。はい。いい、こちらこそ。はい。じゃあ、またね、後でまた、まだありますんでね、ちょっといろいろまた見ていこうと思いますけれども、はい。また今後ともよろしくお願いします。はい。どうもありがとうございました。急な無茶ぶりしてすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、来月のちょっとフェス用に、あの、ニック先生に、あの、一心寺の、あの、琴音ちゃんのね、はい、あの、バッジを、サインを書いていただきました。はい、こちらですね。こちらの、はい。こちらに、今、裏に入っていますけど、はい、こちらね、23日にフェスで、はい、抽選しますので、はい、お願いします。いえいえ、とんでもない、とんでもない。楽しんでください。ありがとうございます。はい。今、朝9時ですけどね。朝からうなぎ食うんですね、やっぱり。これなんか伝統みたいな気がする。あいつすごいっすね。置いたと考えられないですけど、朝の9時にいきなりうどん。ねえ。あちらのカレーがあるじゃないですか。ああ、そうですね。それでも朝9時からは食わないです。本当、朝飯の時間にすいません、本当にお邪魔しました。そのまま、またぜひ置いたら、はい、皆さんお会いできる、楽しみにしてます。ですね、あと、ちなみにも、せっかくなんか、そこのあの、御朱印帳、あるじゃないですか。はい、これは当然、ニクさんがね、書かれてる琴音ちゃんではあると思うんですけど、あのこちらですね、あのオルフィーナさんのあのご好意で、なんと一日のフェスで景品にしてくれって言われたので、こちらもちょっと景品として出させていただこうと思います。世に4枚しかないって言われてますんで、はい、少ないですよね、はい、売り物じゃないので、もともとがですね、うん、はい、もうご自身のために作られたものを提供していただいた形になりますので、はい、あの表もね素晴らしいし、裏も素晴らしい。裏どうした？裏いいんじゃないですか、出しても大丈夫でしょう、はい、こんな感じですね、はい、あの音声学のマスターが泣いて喜ぶような
ていただいてますので、はい、こちらね、あのセクシー先生方はね、はい、これ僕も個人的にもらってるんで、あの僕もらってるのは飾っておきますので、お寺の方にですね、これまた抽選用で統一ありますので、ぜひあのお寺のフェスに来る方は、はい、あの一口500円でございますけれども、はい、あの頑張ってゲットしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。だぞ、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録ボタン、高評価ボタン両方押してくれないと晩ご飯抜きだからね。覚悟して。